タイム JT の提供でお送りします。サムタイムライトスタイルボックスシアさん、
まずは TV チケットファイルの大倉敏晴さんです。よろしくお願いします。そして音楽評論家福田一郎さんです。よろしくお願いします。So, entry number one is clap.ねえ、セクシーだね。曲が単調だったから、単調っていうか重たい曲だから、うん、で振り の, そのスピードの変化っていうか、そういうのが立てなかったから、うんうん、そうですね、単調に見えちゃったかなみたいな。面白いことやってるんですけどね、うん、だからスピード感っていうか、そういうものにはちょっと欠けたかもしれない。はあはあ、久しぶりの。そうですね、髪の毛ちょっと飛ばされてたんですね。わーわーってですね。僕のために背中出してくれてありがとうございます。背中大好きなの、本当に。本当にしたんですか、ね、どうですか。あ、合格。それではゲストね、加藤さんといえば背中にも前の方が魅力ですけどね。すごい背中が綺麗で ね, ね、若さこれカチカチしてましたね。あの背中出すのはやっぱ作戦だったんですか。ポイントです。ポイント、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。続きまして、立場から見てね、みんなサーファーとか言うて、顔黒いけどドーラン塗ってるやろ。それ見破ったわ。見破りましたね。ラックもね、あのオーナーさんから西条秀樹のモノマネができる、あ、ちょっと見たいですね。いいですか。これはね、見たいな。Original Mix called the Hyper Real Original Mix.
事多すぎて。そうなんですよ。まあ、途中だから、いい雰囲気だよ、ね、だいぶいいこと敬愛になれます何が好きってね、あの考えのこと書いてあるんですよ。バスト、ウエスト、ヒップ普通あの85とか書くじゃないですか。彼女はプリン、キュ、ボーンって書いてあるんですよ。これ見ても、あら、あら、えぇ、ー、って書いてあるんですよ。こういうちょっと大人の雰囲気は先生に聞いてるんですよね。いやね、どうでしょう、ストーリーを持ってるからね、はい、なかなか面白いと思う、はい、それからあの曲も一生懸命思って、うん、それであの DJ さんに作ってもらってるんでしょうけどね、あのもう一つ何かねストーリーの上で踊りをね、あのアトラクティブな、もっと魅力的な、もう一つ欲しかったなって気がしますね。はあ、さあ、ガオさん俳優の立場からいお願いしますよ。キスシーンはね、もうちょっと長くしてこっちにも胸で押さえてこう、のぞき込みだからよ、はい、じゃあもう終わってしまうと、はい、どうもありがとうございました。あのローラーのことはもうね、もうものすごいんで何も言えないですけど、前にあのタップの人たちがいっぱい出た時に、やっぱりタップって足の動きでしょ、で足はすごいけど上半身の動きはもっとっていうね、批評が出たのと一緒で、もうちょっと上半身の動きがクリアになってくると、あ、上半身だ、あの手にもさローラーつけてさ、あのクルクルやるとかじゃない、無理だよね、重そうです、重そうだけどね。さあ、あの俳優の立場でお願いします。よう、くるくる回るな思ったらローラースケート入ったの。うわっ、女性の目からですね。はい、お願いします。女性の目から、そうですね、光源氏みたいにかっこよかったですけど、すごい黙ってると彼は一見怖く見えるんですけど、だけど喋るとすごく優しいことですね。おー、関係なく見てしまいましたけど、違うけどポイントは高かったよ、楽しみでした。スケートってね、腰痛めるからね、あの気をつけてくださいね。重心とこがやっぱ難しいわけだから。そうですね、どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、ここで新川町が気になるところですが、はい、その前にスペシャルライブ。先週ですね、ご紹介しました、6月5日発売のですね、ダンスダンスダンスの、ビデオにも出演してくださってます、タップのヒデボンさんをお迎えしております。ありがとうございます。なんか雰囲気が違いますね。あと親子2代で、準グランプリを取ったって聞いた。親子2代グランプリじゃないんですけど、あの親父がタップで、タップダンサーで、そうです。それで今日はどういうダンスを見せてくれますか。あのいつものギャグ混ざりタップと、あとこのビデオのですね、少しあの踊りを入れながら、はい、はい、踊ります。わかりました。はい、じゃあ早速スタンバイの方よろしくお願いします。Thank you.
有名なね、アメリカの黒人ダンサーですね、タップダンサーですね。日本にも2度ぐらいあのショーやって、僕も会ったことありますね。でなんか彼のスタジオに勉強行ってるんですか？あの彼の日本公演の時に、はい、彼と知り合って、はい、でちょっと一緒に踊らせてもらって、はい、で彼の師匠を紹介してもらってニューヨークに行って、はい、勉強してきました。あ、実はあのね、あのコミカルな味があってね、うん、それであのタップダンスって昔の曲で踊る人が多いんだけど、全くね、根治的な曲ね、はいはい、いわゆるダンスナンバーをうまく使って、しかもあのユーモアたっぷりでしょ、これすごいですね。あの、カオさん、俳優たちが見破ったところありませんか？あ、見破ったところはありますか？優勝ですね、今日これ、もっと知らないんですから。あ、違うんですか？違う。でもね、フレッド・アステアを思い出しましたよ。みんな知らん俳優やろ、これフレッド・アステア、見てみ。ねえ、まだからピリアの音もね、素敵な、ね、シーンがあると思いますからね、はい、また楽しみですけど、ね、どうもありがとうございました。Once again, entry number one is Clap. Entry number two, Funky Crew. Entry number three, Hyper Real. And entry number four, GN Tatsu. どのチームがチャンピオンになるでしょうか？難しかったでしょうね。それでは発表です。DJ Joe, who is the winner?すごく難しかったと思うんですけど、大倉さん、はい、まさにあの票が割れまして、本当にちょっとしたところで彼らが合格したんですが、後の3組もあのチャンピオンになれるチームでありますので、あの先ほど注意された部分をですね、もう一つ磨いて、これはもうぜひとも再チャレンジしてやりたいと、そんな感じですね。さあ、俳優の立場で川さんお願いします。俳優の立場がいいと、なんといっても最後のタップの人が良かったですそれを抜けると、はい、やっぱり尼崎から来た会があったと、親戚がお好み焼き屋だし、頑張って、はい、佐藤さんどうでしたか？すごくパワフルだったし、なんて言っても玲子のファンということで、ぜひ優勝してほしかった。I'm trying to have some fun. I'm gonna see you.